ザグレー・ギャツビーは、アイルランド生産、イギリス及びアイルランド調教の競走馬、種牡馬である。主な勝ち鞍は2014年のジョッケクルブ賞、アイチャンピオンステークス。日本のメディアでは、ザグレー・ギャッツビー、ザグレー・ギャッツビーとも表記される。2014年アイチャンピオンステークス出走時2011年3月14日にアイルランドで誕生。アルカナブリーズアップセールにて$120,000にて落札された。イギリスのケビン・ライアン厩舎に入厩し、2013年7月にデビュー勝ちする。A2000 ギニーは10着に敗れたが、ライアン・ムーアとの新コンビでダンテステークスを制すると、続くジョッケクルブ賞も3馬審査で圧勝し、G1 初制覇を果たす。重馬場のパリ大賞典は6着に敗れるも、イギリスに戻った。A インターナショナルステークスでは AI ダービー馬のオーストラリアに次ぐ2着に入った。次走の I チャンピオンステークスでは先に抜け出した大本命のオーストラリアをゴール前で首差し切って優勝し G1.2 勝目を挙げた。4歳時はソローやゴールデンホーンといった強敵との対戦が続いたこともあって大レースで惜敗が続き未勝利に終わる。5歳時も勝ち星から見放され不振を極めた。凱旋門賞では最下位の16着に沈んだ。6歳になった2017年は、アイルランドのダーモット・ウェルド厩舎に、天馬や。ウェルド氏は、少し月から見放されているだけで、何かきっかけがあればと語ったが、全盛期の走りを取り戻すことはできなかった。秋には、アメリカ合衆国への遠征も行ったが大敗が続き、同年限りで現役から退いた。全盛期は硬くて速い馬場を得意とした。以下の内容は、レーシングポストの情報に基づく。2018年から AI と比べて、デインヒル系が主流ではないフランスのノルマンディスタッドで種牡馬入りした。初年度の種付け料は$7,000。ありがとうございます。